パリオリンピックトレードマーク卓球女子団体、準々決勝日本バーサス対、日本時間7日、パリナーアリーナ、卓球女子団体の準々決勝で、世界ランク2位の日本は同13位のタイと対戦し、3対0のストレートで勝利。準決勝進出を決め、4大会連続のメダルに王手をかけた。準決勝は日本時間7日午後5時に行われるインドとドイツの勝者と対戦する。 1> 第1試合のダブルスは早田ひな、24、平野美宇、24、ペアが王パラナン、S、セウタブット組と対戦。第1ゲームは終盤、早田のフォアとサーブが決まり選手。第2ゲームも奪うとリズムをつかみ、左腕前腕に痛みを抱えていた早田もフルスイングに近い強打が炸裂し、第3ゲームも11対5でストレート勝ちを収めた。 第2試合は16歳の張本美和、16、が S。セウタブットの妹 J、セウタブットと対戦。第1ゲームはデュースの接戦から12から10で選手。第2ゲームは11対5で圧倒すると、第3ゲームは強打で攻めてくる相手に長本もカウンターで反撃。一進一退の攻防から9対9の接戦に、張本はここでタイムアウトを取り、 渡辺監督と早田がアドバイス。開けて長本は左回転のサーブでミスを誘ってゲームポイントを奪うと、最後は強烈なカウンターが決まり勝利。勝てばベスト4入りが決まる第3試合は、平野が相手のエース王。パラナンと対戦。第1ゲームは11-8で掴むと、第2ゲームは鋭いコースへのバック、フォアで圧倒し練習。 第3ゲームも粘る相手に5対5の同点としたが、サービスエースから連続ポイント。そのまま流れを渡さず、最後は得意のラリーを制してストレート勝ち。日本はこの試合1ゲームも落とさず完勝した。これで4大会連続でベスト4入りを果たした日本。ロンドン五輪では銀、リオ五輪は銅、前回の東京五輪では決勝で中国に敗れ銀メダル。 今大会ここまで順当に勝ち上がり、4大会連続のメダルまであと1勝、悲願の金メダルまであと2勝とした。卓球女子団体、準々決勝、日本3の0対、第1試合、早田ひな、平野・ミュー・バーサス O。パラナン、S、セウタブット11、7月11日マイナス6月11日、の、第2試合、張本美和ヴァーサス J。セウタブット12、 10月11日、5月11日、9、第3試合、平野ミュー v s サオー。パラナン11から11分の8、マイナス11分の5から6。